で今曲を作ってる途中じゃん、うん、トラック買ったじゃん、うん、いやだから俺はあれはあと何のこと違う俺あのそれで2、3回スケボーし終わったぐらいのスケボーしてる途中ぐらいにこの後家で撮る言うんですよ。なんか今日はいいや。あのね、いや待って待って、それでさっき聞いてた話と違うわ。じゃあ全然その話言ってなかったのか。お前と出会う前ね、なんかね、いやなんか尺がなんか合わないから、なんかそれでなんか滞っててなんか止まっちゃってんすよね、1ヶ月2ヶ月くらいとか言って、なんかちょっと愚痴ぐらいなこと言ってたんだけど。いやそこまで言って、いやめっちゃ言ってたから。普通に政治家みたいな見壊し方してる。普通にあの僕は最初の頃はその買って、でもスケボーもハマってるからスケボーやって終わった後ちゃんと撮る2、3回言ったけど、なんかいや今日はいいんじゃないと思って、多分今その興味がないんだろう。ああ、いや、分かる分かる。スケボーなんだなみたいなね。で、格差で、なんだろうな、自分を保ちながら余裕があったらラップもするよみたいなスタンスなんですよ、うん、それがあるがゆえに全然進まない。そりゃそうだ。だからね、結局俺がさっき言ったのは、だからもうね、他力本部は良くないっちゅう。星空が近い街を出て君を見つけられない夜、いつでもそこにいるんだ、いつでもそこにいるんだ、心の荷物をどっかほどけてく。 Everyday 何もないよね、何かしらあったから今何愛してんだ。